三刀流三脚混合ガモン俺ぐらいで降参したりしねえよな。どいつもこいつも俺の計画の邪魔をしやがって。時間だぜ。かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンでたとえ何百人部下を従えようと嘘面白いことを言いやがる。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる。幾度となく視線を越えた。あの構え、シャクシだ。シャクシ、シャクシ。キャプテンクロー、無駄だ。これは抜き足での無差別攻撃。かやつね、本人も何切ってるか分かる。出てこい執事。お前は仲間を何だと思ってる。そのくん、頼む。キャプテンクロー、やめてくれ。頼む。ダメだ、さっさと計画を成功させるしか俺たちが助かる道はねえ。頼むぞ。お前ら、俺は特別な罠を仕掛けに行く。その間敵を近づけないでくれ。キャプテンクロにはついていけねえ。どうせ殺されるなら、お前らに望みを託すぜ。クロをぶっ倒してくれ。頼むの。見苦しくあがいてみようじゃねえか。成功すれば村は守れる。頼んだぞ。頼むの。三刀流三脚混合ガモン。邪魔で罠を仕掛けられねえ。誰か援護してくれ。下がるしかねえな。
の仕掛け終わったぞ。あとは俺がおとりになって苦労。こっちに来やがれ。面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者にな。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも笑わ。まあそこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで叶わなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも。お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り、村ではいつも通りの一日が始まる。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。ゴムゴムの。お前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。このままで済むと思ったら大間違いよ。俺の計画は絶対に狂わない。よそ者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。俺は疲れたのさ。海賊として名を上げることにな。海で名を上げることが怖くて海賊がやれるか。さあ、黙って切られてりゃいいものを。させるか。くそ、離れる貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。このゴムの。俺の計画は絶対に狂わない。前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。ついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ。早く乗れよ。え？
俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプテンだ。やっとな。シッ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 